違う。全体よ、振り返りに関しては。いや。いつも、テップで5だけ、全体。でもあれ、ダメやったね。手伸ばす方はダメ。ああ、先に出しちゃうともう。ガバガバ回数間違えた。12か13かな。ガバガバ超ガバガバ表裏連携ドウラThank you.
ジジイだな、情報が全然アルカムばっかやってるあれじゃない、もう気使ってる人本にいねえから。あ、本当に、うん、キャラによるけど、俺は思う出ない、大事になった大事になってしまった。中2位だな、あれは聞いてる。今は当たんないこと、当たんないことめっちゃビビった。たまにかぶってないんだよな。カウンターじゃないです。
れてんのあれ。人をはめようとする気持ちが大インフェルノに誘い出すのかもしれない。これは強い。人を貶める、人を騙そうという気持ちが。そんなにでもリターンでかくないから。3発100だから。で、コーン繋いだ方が普通にやった方がいい。結構集計取ると引っかかりやすいから6割ぐらいは当たる。大会で6割かけてもいいかもしれない。イチローが3割しか出ないから。あイチローが3割だからしょうがないよ。回答出すのが楽しかった。言う必要のない参考での回答。そう、めくり。いやー、これは参考だな。台形マリーンの人か、うん、だってあとこう投げ押しても中足押しても死ぬからな。中足 6? 中足 7? ある必要はなかった。ないな。最低限壊しだね。
上がり崩しだけだったね。そう。コパンやる必要ないけど、早速コパンしてやる。コパンしてていいの？もうしゃがみボタン押すのもめんどくさいから、もうボックスで。この時にああやっちゃうんだよね。あ、やっと出た。壊してた。あ、分かんない。相談を取ってる気持ちが迷いそうです。VD バポイントって何かあるの？メガネ2台盤、台盤了解。台盤でも先端ではあるから、2は2しか VD バポイントがないんでしょ。確認できろ。あ、ごめん。一発当たったじゃん。発生補助だからこれ。あれパスだから。ここだけ当たったから。あれパスやってよかった。
だから確認性が全然違うわ。確認はちゃんと確認してんの。俺わかんないけど。あ、ごめん、雪。3フレのプラマイドル、プラマイドル、やばいな、地味になってるの、短い2回聞かないといけない。1回そのノート書いてるのに全然読んでる何のためのノートだったんだってなる。まあ、いいんじゃない、まあ、あと2回してるのはね、まあ、Google 検索でトップ出るからフードかチャーシーかフード笑ってんじゃないと。ほんまや。ほんまに一部キャラマジでグーグルトップだから。みんな対策が少なすぎて。ね、適当なマイナーキャラだと結構高確率で。あるけどな。ホンダとか。間違えた。
これは太鼓だからね。今太鼓だから漏れてないからね。
リアルに言ってきて観光するのやめよう。時を戻そう。一生も投げねえよ。投げてよ。投げてよ。こういう時は投げよう。投げよう。時を戻そう。レバー仕込んでる。レバー仕込んでる。クソ野郎じゃないか。レバー仕込んでる。クソ野郎じゃない。斜めに入りづらく仕込んでるから。だったら本当に V5 割とおすすめかもしれない。そんなにうまい方じゃない、うまい方じゃなくてクソだから。レバテクすごい上手い人はあれ向いてるけど、ハドケン入れるとき上まで入ってるから。それはやめ、それは聞いたことない。上までハドケン入れる。ああ、安っ。これに距離よるもんね。ビビリ側にリッグアッパーで対抗とかダメ考えたんだけど、うん、
パンスと絶対なくてなこれ。アックスでプラカンしてるの全部ここ持ってんだよ。判定的に、ま、発生で負けて判定で負ける両方はい、ここに確認しようか。これをちょっと興味深い。安らぎを与えてくれる一瞬の清涼剤。このゲームで清涼剤だったらやべえ闇しかねえのこのゲーム。仲間内でやる分にはやっぱなんか今回のオンライン PPT でやっぱり強い人はある程度固まっちゃったなっていうのタイミングを起こしすればいけるかな。何言ってもいけるんじゃない。ワンタイミングでボタンを押せば両タイムになるのかな。約束倍
け入れて打つけど、あれ晴れて投げるわけねえだろ。いやいや、あれ赤迫るんだ。止まります。フッチョヒット取る。フッチョヒットにするなら、フッチョヒットなんない。マイステッドバックして勝ち合うと、フッチョヒットになる。確認して。すごい大工。すげえ。時の読み合い勝った時のリターンが薄すぎるね。キャミノなんだよ。キャミノあのぐるぐるキック痛いの。大パンにバカオンでね。大パンとか中パンがコーンでね。なんか抜けられなくてテンパるな。
このコーナー詐欺に勝ってねえのに。調子何が良いんだろう。チラシプラン良いだけや。すごくていいんだけど、弱点として指が疲れる。ここはやばい。ある意味、リングフィットみたいなのは、それはない。ゲームしながらフィットもできる。完全にあれ2択になってるのタイミング的に2が2択にしてるそうやねさすがにそうそうこれがきつい
ダメや。ああ、まだキャミン機械じゃないな。ありがとう。ありがとうございました。